悩んでしまってですね、ついには、まあ、最後にはですね、自殺という道を選ぶ人もいるのでですね、そうならないための、自衛術っていうことをですね、これから話そうと思います。まずですね、非常事態ですね。ものすごく追い詰められていること、場合はどうするのかというところだけ、ちょっと今絞って話します。ですね、辛くて死にたいっていうのは、基本的には、心のですね、積載量オーバーなんですよ。いわゆる心にですね、いろんなものを乗っけすぎててオーバーになってると。重いものをですね、トラックに乗せすぎて壊れたら、それはドライバーの責任であってですね、トラックの責任じゃないんですよね。トラックには積載量というのはあらかじめ決まってて、例えばこれ700キロっていう積載量が決まってるんだったら、それに1トンとか2トンとか乗せたら動けないし壊れるに決まってるんですよ。どれくらいの重さを乗せるっていうのはトラック。のドライバーの仕事であって、それはですね、トラックの仕事、責任ではないと。で、これ何を言おうとしているのかというと、自分の心っていうのは、思ったほど、なんだろうな、自分だけのもんじゃないんですよ。ドライバーとトラック、この二つを合わせて、心というふうに僕は呼んでます。私っていう、心っていうのは、私と私の体が共有財産なんですね。この共有財産なんですよ。自分っていうのは脳だけだと思うんですけど、脳はすべてボディとですね、神経でつながっていて、案外、ボディの方に依存もしてると。この共有財産に過ぎないのに、ついつい私たちは心っていうのを、その自分の精神だけのものというふうに思い込んでしまう。だから鉄分が不足したらイライラするのにですね、イライラするにはあいつが何とかしたからだというふうに思っちゃうんですよ。そうかもしれない。あいつが何かしたからかもしれないんですけども、それ以前に鉄分が不足しているだけという可能性もあるんですよ。なので、ここ忘れちゃうんですね。寝不足というのは無気力になりますしですね。心は精神的なものであると同時に、物理的な存在でもあると。この物理的な存在というのはついつい僕ら忘れてしまうから、なんか根性論みたいなもので乗り越えようとしちゃうんですね。精神主義というやつです。ですね。あ、しまった。ジャリンコチェーのフリップを持ってくるの忘れてた。じゃあもうしょうがない。口で話します。まず、ジャリンコチェーとおばあはんが、ジャリンコチェーって漫画があるんですけど、おばあはんがですね、屋台のラーメン屋でですね、ラーメン食べてるんですよ。で、ラーメン屋のおっさんがですね、惨めやっていうふうに言ってるんですね。おばあはんとチェーは話してるんですけども、それをですね、聞くことはなくラーメン作ってるおじさんはですね、おっさんはですね、なんか今落ち込んで、なんかね、死んじゃおうかなというふうに考えてるんですよ。で、惨めやというふうに言ってると。で、それに対してですね、おばあはんがですね、知恵に言うと。とにかくラーメン食べなはれと。知恵は、なんかね、自分のお父さんですね、無職で、ろくでもない父親なんですけど、ついに刑務所に入っちゃうんじゃないかというふうに悩んでですね、刑務所に入っちゃうんじゃないかと悩んでですね、で、うち死にたいというふうに口走るんですよ。そうするとおばあはんは、まずラーメン食いなはれって言うんですね。人間に一番悪いのは腹が減ることと寒い言うことですわっていうふうに大阪弁で言うと。ですね。で、おばあはんは、長いこと生きてますとな、ほんまに死にたいということが何回かありますのや、っていうふうに知恵に話し出す。そうすると、ラーメン屋の店主も、あれとか、まあその屋台の店主も、あれっていうふうに思い出す。そういう時、飯も食べんと、もの考えると、ろくなこと想像しまへんのや。ノイローゼ中やつになるんですわ。っていうふうにおばあはんが言うと。もう、本当にその屋台の店主はどんどん引き込まれている、聞いてるわけですね。で、ひもじい、寒い、死にたい。これですわ。っておばあはんは言う。家やったら食べなはれ。ひもじい、寒い、もう死にたい。不幸はこの順番でやってきますのや。とこの順番でやってくると。で、それを聞いたですね、ラーメン屋の店主は、間違ってたっていうふうに一言言ってですね、で、この後ラーメン屋はですね、とりあえず、俺もラーメン食おうって、そしてドテラ買おうっていうふうに言うんですね。つまり、寒空でドテラも着ずに、防寒具も着ずにですね、ラーメン作ってたんで、で、自分もお腹空いてるのに気がつかずに客にばっかりラーメン作ってるから、いつの間にかなんか惨めやというのを思いに来てると。で、惨めやとかしんどいとか死にたいとか悩む場合は、まず一番最初に、今ひょっとしたら寒いに違うか、お腹空いてるに違うかというのを潰してから考えろというふうなことをおばあはん言うてるわけですね。辛いっていうのはそういうことだと。で、寒い、ひもじい、死にたいに関してですね、まず、
その自分の環境自体をどうにかして、で、次にお腹空いてる場合は何か腹を満たせと、心の半分は体っていうようなことを言ってるわけですね。すいません。関西弁にから徐々に標準語に戻しますけどもですね。これを僕は悩む前にまずは準備運動っていうふうに言ってるんですけど、準備運動が必要なんですよ。いきなり悩むとですね、心がですね、肉離れを起こしちゃうんですよね。悩みに慣れてる人でも、環境が悪い状態で悩むと、いきなり悪い方の結論へ行ってしまいがちになってですね、それは、なんだろうな、準備運動してないからなんですよ。で、シンプルに男子は米を食えだと思います。僕は、まず何か辛いことがあった場合、一応米を食ってから悩んでみろと。で、女子の場合は、まず甘いものを食えと。まずケーキでもプリンでも何でもいいから、最初に甘いものを食ってから悩めていく。これ準備体操です。いきなり水泳を始めると足がつるとかですね、寒いところで運動すると、肉離れを、起こすのと同じように、実は悩むっていうのは、なんだろうな、心のカロリーを消費するかなり負荷が高い運動なんですね。なので、準備運動が絶対に必要なんですよ。だから男子の場合は米を食う。女子の場合は甘いものを食べるっていうふうなことをして、で、この準備運動が終わったら悩みがスタートすると悩んでいいというふうなことになると思います。今回、無料の方で話したかったのは、非常事態の対応策ですね。自殺を考えちゃうほどの悩み方の場合は、まずどんなふうに考えるのかっていうですね、非常事態の方法論だけ話しました。とりあえずですね、自殺しかねないほど悩んでる人っていうのは、時々ね、投稿欄でもいらっしゃるんですね。そういうふうな人はですね、さっきのドライバーとトラックの話を思い出してほしいんです。ドライバーがもう無理だと思った時は、大体トラックに無理させすぎてることは積載量が多すぎるんですよ。で、ちょっとだけでいいからトラックへ積む荷物を下ろしてあげる、整理してあげるということをすればいいと思います。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。